第二代スライゴ公爵、第二代スライゴ公爵ハウ・ピーター・ブラウンは、ジャマイカ総督、アイルランド貴族。ジャマイカ総督として、黒人寄りの政策を取ったため、農園主の反撃にあって解任されたが、代わりに、貴族院で、元奴隷の年期暴行制度の廃止を推進した。1800年まで、ウェストポート施策の儀礼称号を、 1800年から1809年まで、アルタモント伯爵の儀礼称号を使用した。初代スライゴ公爵ジョン・デニス・ブラウンと、ルイーザ・キャサリン・ハウの息子として、1788年5月18日に生まれた。イートン・カレッジで教育を受けた後、1801年10月27日に、ケンブリッジ大学、ジーザス・カレッジに入学、1808年に、 MA の学位を習得した。1809年1月2日に、父が死去すると、スライゴ公爵位を継承、同年に、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1810年3月24日、聖パトリック勲章を授与された。爵位継承とともに、アイルランド西部にある20万エーカーの領地や、ジャマイカのプランテーションも継承したが、摂章を退し上司と、 同じく奉納した生活を送り、詩人バイロン教と共に、ギリシャへ宝探しの旅に出たこともあった。また、1812年12月16日には、地中海にいたイギリス海軍の軍艦に乗船していた船員に、本国への脱走を誘ったとして、有罪判決を受け、5000ポンドの罰金刑に処された、ほか、ニューゲート監獄に4ヶ月間投獄された。 1816年に結婚した後はアイルランドでの領地管理に落ち着くようになり、カトリック解放を指示したほか、1831年にアイルランド西部で飢饉が起こった時は、穀物やポテトを輸入したり、病院を建設したりするなど救済を務めた。1831年10月7日から1845年1月26日まで、名誉当官を務めた。 1834年から1836年までジャマイカ総督を務め、1836年に連合王国数密院の数密顧問官に任命された。ジャマイカ総督に就任したとき、イギリスでは1833年奴隷廃司法が可決されたばかりであり、スライゴ公爵は自身もジャマイカでプランテーションを所有していることもあり、 現地のプランテーション所有者がスライゴ公爵からの指示を期待した。しかし、スライゴ公爵は奴隷制度を嫌悪しており、黒人向けの学校建設や元奴隷への農地貸し下げを推進したため、プランテーション所有者の不満を招いた。結局、スライゴ公爵は、プランテーション所有者のマスコミ構成により1836年9月にジャマイカ総督を解任されたが、 帰国後も1833年奴隷廃止法が、定めた元奴隷の年期暴行制度の全廃を推進、ジャマイカアンダーザ・プレンティスシップシステムと題するパンフレットを出版したほか、1838年3月には、貴族院で、審議の結果にかかわらず、ジャマイカにおける事業の年期暴行者を1838年8月1日付で、全員解放すると発言した。これにより、 イギリス政府も同日付で元奴隷の年期防空制度の廃止に同意せざるを得なかった。1840年6月12日、ジャマイカにある史上初のフリービレジハイゲートはスライゴ公爵を記念してスライゴビルに改名された。スライゴビルを設立したジェームズ・フィリッポはスライゴ公爵の援助を借りて同地に学校と教会を設立した。 1845年1月26日に、タンブリッジウェルズで死去、ケンサルグリーン墓地に埋葬された。息子、ジョージ・ジョンが爵位を継承した。1816年3月4日、ダブリンで、ヘスター・キャサリン・ド・バーグと、結婚、六男八女を設けた。ありがとうございます。